こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ。レコードという検索ワードで出品検索してみた洋楽ジャズクラシック。売れるレコードありすぎて見ないと損しますよ。というテーマについてお伝えします。それでは、早速いってみましょう、はいえー。この動画ではレコードですね。であのー、調べてみました。ぜひね、えー、売れる商品たくさんあります。紹介させていただきます。はいえー、こちらですね、えー、レコードですね、入れていただきまして、まあ、こういったふうにですね、ここに売れ切れ。 そうしました。こういったようにですね、レコードが出てきます。で、結構いい値段で売れてるんですよ。1万円とかね、すごいですよね。はい。で、あの、まあ、例えばですね、こうパッて見てですね、まあ、こういったように洋楽ですね、まあ、これクイーンなんですけど、あの、このレコード自体がですね、もうあの、作ってないので、非常に価値があります。で、これは3400円なんですけど、まあ、汚れててね、 まあこのクイーンも CD とか出てるんで、ぜひね、レコードいらないっていう方も結構いると思うんですよね。でまあ、出品していただければ売れます。まあ、これはまあ状態はそこそこいいと思うんですよね。はいまあ、ですがね、レコードの方も非常に人気ありますので、ぜひね、持ってる方、出品していただければお金になりますので、ぜひね、やっていただけばいいかと思います。はい はい、えー、LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、えー、30分無料コンサル、10万円稼げるマルンマニュアル、プレゼンします。ニックネムカスタンプお願いします。あと、YouTube が質問です。一切受け付けてません。LINE アー登録後によろしくお願いします。本日は、最後見ていただき、ありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。